ボンジョールのローマのココです。ボンジョールのピサ在住、フィレンツェで働いているコッカーナです。はい、では今回はですね、イタリア旅行にお越しになったときに、イタリアは本当に危ないのか、イタリアはそんなに治安が悪い、怖い国なのかっていう、その治安に関してのお話をしていきたいと思います。はい。ね、ココさん、イタリアってそんなに怖い国だと思いますか？なんて言うんでしょう。身の危険はないよね、あんまり。そうね、正直ね、ビクビクして旅行の人お越しになったりするんですけど、そんなにね、その凶悪犯罪っていうのかしら、撃たれて死ぬとか、なんか急に道に引っ張り込まれて殴られるとか、身ぐるみ剥がされるみたいな、そういうのはないので、そんなに恐ろしいと思ってこなくていいと思います。イタリアはね、私の個人的な印象なんですけど、イラッとする犯罪が多いの。ちょっとすられるとか、ちょっとぼったくられるとか、みたいな、ちょっとあ、ね、そうだね。舌打ちしたくなるような犯罪が多い。そんな感じがします。確かにね。ひったくられる、なんていうの、ほら、ひったくりに遭うとか、そういうのもあんま聞かないよね。カバンをこう、ひったくられて、持っていかれたとか。スリだそうよね、そね。んなに頻度としては、例えば夜遅くに酔っ払ああ、っそうて、家のドア開けようとしたときに、ドーンってひったくられたとか、そういうのはあるかもしれないけれど、その日常茶飯事としてひったくられるかっていうと、どうだろう。もしかしたら置き引きの方が多いかもしれないね。あ、そうだね。日本人、それも気をつけた方がいいね。置き引き。そう、今回ね、お話ししたいなと思うのは、日本の人が被害に遭いやすいスリのお話と、あとは騙す系、詐欺じゃないけど、騙される系の話をちょっとしたいなと思うんですね。この2つさえ気をつけていれば大丈夫じゃないかなと思います。ね、スリっていうとね、私、ごめんね、イメージなんだけど、フィレンツェよりはローマの方が多いんじゃないかと思うので、自多分い多がい。実際ローマにも住んでた時に感じたんだけど、お子さんどうですか？イタリア人でもスリに合うからね。もう地下鉄の中のスリっていうのはもう本当にいるし、でも今ね、ローマ地下鉄すごい頑張ってて、電車の中のアナウンスとかでも、今、なんか電車にスリが乗り込みましたって、皆さん気をつけてくださいみたいなのをね、英語でもね、案内するんだよね。なんね、だっ流け、し英て語るで。ね。ね、なんだっけ、ピックポケットだっけ、英語あ、で。英語だとピックポケットなんだけピックど、ポケットイタね。リア語だとボルセジャトーリって言ってます。そうだね。まあ、でもほら、ピックポケットってさ、なんか、その普通の日本人だとさ、英語でピックポケットとかも出てこないけど、ピックポケットが英語のことなんで、ピックポケットとかっていう言葉が聞こえたら、それはスリに注意って言ってるし、で、電車の中でもね、お客さん同士、あ、気をつけ、あの子スリだよ、みたいなことをね、なんか言ったりする人とかもいるから、ちょっとはね、改善されてると思うけど、イタリアにいるときに気をつけなきゃいけない。多分頭の中でガイドブックにもスリに気をつけろ、気をつけろって書いてあるので、日本の人も気をつけなきゃとは思ってるんだけど、おそらくどう気をつけていいのかがわからないと思うので、ちょっとね、ポイントをお伝えしたいと思います。一つは、ドアの近くに乗らない。なぜなら、スリってドアが閉まる瞬間とか乗り込む瞬間にスリをするので、なのでドアが閉まる瞬間に押してくる人とかが、もしローマの地下鉄とかバスとかでいたら、まずそれはスリだと思ってください。基本的にイタリアは、日本はね、満員電車に慣れてるので、人とずっと触ってても、身も知らない人と体が触れ合ってても気にしないかもしれないけれど、イタリアはちょっとでも当たったら、あ、ごめんねっていう国なので、そういうドアが閉まるときにゴリ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 って押してくるような人がいたら、まずそれはスリだと思います。で、基本的にスリは女の人2人で、遠くに男の人の見張りが1人いるんですね。で、万が一その女の人たちが捕まったとしたら、グループに報告する見張りの人、男の子がいるので、大体女の人です。で、女の人手前の人がスリをして、で、すぐもう1人の女の子に渡すのよ、それを。で、そうすると、お前すっただろうって言って、カバン見せろって開けた時に何も入ってない。で、もう一人女の子はもうちょっと離れて遠くにいるから、そっちにもう渡っちゃってるみたいな感じになるので。というのも、なぜ私がこの説明ができるかっていうと、実は、ココさんのお店に友達と一緒に行った後に友達がすられそうになったからです。その私の友達っていうのは、
全員海外に住んでる北米だったり、ヨーロッパ各国だったり、全員フランスとか、ドイツとか、スウェーデンとかって言って、カナダとかアメリカとかもそうなんだけど、そういう海外在住の日本人でローマに集まった時があったんですね。で、その時に、地下鉄まさに閉まる瞬間に、その私の友達が押されて、で、その子はやっぱり海外に住んでる、気づくのが早すくっごて、い。うん。ってさ、言った瞬間に、海外在住の男の友達がドアに手をかけて、イタリアの地下鉄ってドアに手をかけてギャーってやると、もう一回ガーンって閉まらずに開くんですよね。開くで、開いね。た瞬間に私がスリの女の人を引っ張って外に、すで、ごい。出して、で、すられた子はもうドキドキしてるから電車乗ったままそっちに行ったんですけど、残ったメンバーでその人たちのカバンを開けたら、その人たち多分捕まったらやばいと思ったんだろうね。財布をパッて落としたんだよ。で、落としたところを私が拾い、別の、友達3人ぐらいで見ていたら、遠くの男の子がめちゃくちゃその女の人たちをチェックしてたの。で、ジンガリって呼ばれるジプシーの人たちがすったりするので、私たちは見たらその人たちがジプシーの人だ、ルーマニアからの流浪の民のジプシーだって分かるんだけど、多分日本の人だとその人がジプシーなのかイタリア人なのかが分かりにくいと思うんだよね。で、特に今2代目とか3代目のローマ在住ジプシーとかがいたりするから、服装とかもね、伝統的な服着てなかったりするから出ないね。うん。ね。なので本当にドアの近くに立たない、ドアが閉まる瞬間、乗る瞬間はバッグに手をかけるっていうのが大切です。ブラブラブラってしておいて、シャーって乗ったり、すり輪をこう、カバンかけたまま、ブラブラさせていると、すられやすいなと思います。ね。ね。いや、でもよかったね、見つかって。でも、本当に、そういう時にね、外国人、お友達もさ、やっぱ外国に住んでるからだけど、あ、すられたとか、すりだって言っていいんだよね。日本そう、人言っとてかいいの、言った結方が構、いい。日パッ本語でいいて、からね。ね。うん。で、そのそう後そう待そち合わせて、会った時は、友達は、その、取られたって言った時に、周りの乗客の人が、お前すっただろう、お前すっただろうって言って、そのスリのことをすごい非難してくれたんですって。で、引きずり下ろす、ついやっちゃったんだけど、引きずり下ろした後に、乗客の人たちが、私が財布あったよって言ってから電車が行ったので、友達はもうほっとして、あれだったんだけど、周りの乗客の人がすごい慰めてくれたって言ってました。で、日ね。本の人は慣れていらっしゃらないので、たまにジプシーの人が殴ってきたりする時もありますので、なのであんまり私みたいにそのギュッて引っ張ったりとかね、しないようにしてください。ね。できないよ。とっさにね、見ちゃったの、友達の財布をこう入れるの。なので、その人が乗ってったらそのまま行っちゃうと思ったので、あと男の友達も一緒にいたからっていうのもあります。あと私が性格が男だからっていうのもあるいかや、でも。もすごいすごい。だって本当神業に近いからね、イタリア人もやられちゃうからさ、うん、そうなもう本当の。に、うん。たまたまラッキーでこうだったんだけど、本当にジプシーの人はカバンを切ったり、子供たちが囲ってきてっていう、その分かりやすい取り方をするけれないど、ない。ね、いや、プでロものス今リっそてれいうなのいは、よ。ね、プロのスリはバッグのジッパー開けて財布抜いて、ジッパーまた閉めといてくれるから、どこで取られたかわからないのがプロのわかんスリない。だよね。本当そう。だから人混みはやっぱり気をつけるってことだね。私はなんだっけ、バーゲンですられたのね。そう。すられたことある。日本人の友達と二人でショッピングしててすられたから。でもその時もやっぱりすごい寄ってくる、なんか異様に寄ってくる人がいたんだよね、周りに。だからやっぱそれは気をつけなきゃいけないね。カ異バン様はに前。寄ってくる人と、あと店員でもないのに、棚の上の商品取ってくださいとか言ってくる人、普通は店員さんにそういうのを頼むんだけれども、たまたま隣にいたお客さんに、スーパーでよく背の高い人がいるとね、あれ取ってとか言うみたいな感じで、ね、棚に乗ってるあれ取ってとか言ってくる人がいたら、それは怪しいと思ってください。しいね。で、そうやって取ってる間にカバンが一瞬後ろに行ったりとかするでしょ？その時に取るのよ。なので、
見も知らぬ人に、しかも外国人、私たち顔が思い切り外国人なのに、あの商品取ってって自分がべらぼうに2メーターとかあるわけでもないのに頼まれたらおかしいと思った方がいい。そうだね、まあ、でもなんかカバンはやっぱり絶対前掛けでっていうことね、肌身離そうさね。ず。リュックとかも広場とか人混みの多いところを抜けるときとかは、カバンは前にとか、カバンに手をかけるとか、そういうふうにしといた方がいいかなと思います。ね、そう、旅行のときなんて、それは写真撮るときは綺麗に撮れた方がいいけど、道を歩くときなんて、意外にみんな見てないから、コートの中とかに入れて、太ってるように見えたって構いやしない。撮られること思ったら。本当ね。本当。でも一ついいのは、ローマでもし万が一、パスポートを取られた場合、ローマにはね、日本大使館があるので、すぐ手続きができるっていう。ね、それはそうだね。まあ、取られないように要注意だけどね。本当気をつけてください。ね、イタリアの2大要注意は、スリと、あとダマス系。ローマだと、踏み絵とか、ミサンガを売りつけるとか、あとサインしてくださいとかみたいな、そういうダマス系の人たちっていますか？どうだろう、なんかミサンガは聞いたことあるけど、私個人的にそれ全くわからない。ごめんなさい、わかんない。そうかそうか。じミゃあ、サ多ン分ガ。それはフィレンツェが多いのかもしれないな。あと、私たちみたいな在住者だと、歩き方とか、服装とか顔つきが違うから、きっと目つきっていうのかな。多分そういう目に合いづらいのかもしれないね。他にあんまりね、被害、でもなんかミサンガ売りっていうのはその言葉は聞いたことあるね。気をつけろ、ミサンガ売り。まあ、ね、どんな。説明してる私も、添乗員の資格があるから、そういうのをお客様から聞いたりとかするので知ってるだけで、自分は一切被害に遭ったことはないんだけど、どんな感フじ？ィレンツェは結構あるのが、踏み絵っていうのが一つありまして、道端何？に直に絵を広げて置いてあるのね。広場とかあるあ人る、ローがマ多前。い通りのところに引いて、もし万が一踏んでしまったら買えよって言って売りつけあ、るっそうていうのなんが一だ。つ。そう。で、もう一へつがミサンガ、コモさんが言ってたみたいに、ミサンガをバーって、Hey, what's up? とか言って、バーンって挨拶とかするふりして、バーって手首につけて買えって言ってくるパターン。で、三つ目がサインしてくださいなんだけど、ドラッグの反対、ドラッグああ、のいる品ね。物に、反対するサインをしてくださいって言ってサインをした後に、じゃあ、サインした後、なんか寄付してください。5ユーロでも結構ですって言って、お金を請求するパターンっていう、この3つが、ダマス系でありまして。で、1つの踏み絵は、まず、踏んだら、路上でそれをやってるっていうこと自体がまず違法なので、気をつけなきゃいけないのが、踏み絵もミサンガも、まあ、サインはちょっとだま、あの詐欺なの別なんですけど、この2つは、もし買ってしまったら、買った人も罰金になるので、なのあ、そう。で、そう、やってる人も、違捕法まだれからばね。あれなんですけど、お金も罰金になるけど、まあ、払わない別としてね。で、買った人も本当は罰金になるので、本来それは買ってはいけない。ただ、恐ろしく怒鳴られたりとか、脅迫するように言ってきたら、5ユーロとかでいいので、さって渡して走って逃げてください。で、そうか万もがしれ一100ユーロだって言われたからといって、100は払う必要はありません。基本ね、見知らぬ人の前で財布を開けないのです。なので、もし万が一そういう目に遭った時に、さっと命がねじゃないですけど、渡せるように5ユーロとか、10ユーロとかっていうのは、お財布じゃないところに入れておくっていうのは大事かなと思いますね。そうだね。でもなんかお財布2つ分けとくっていうのはいいよね。なんかちゃんとしたお財布と、あとその20ユーロぐらいの、20、10ユーロ、20ユーロだけ入ってるお財布。普通のね、ちっちゃいもの買うときとかに使うお財布。全部まとめておかないっていうのはいいと思いますね。で、あとは、踏み絵の次のミサンガのやつも、全然知らない人に、へえ、お兄ちゃん元気？とかみたいに言ってきて握手するとかって普通ないよね。日本でじゃあ知らない人が、わーって日本人の人が、どうもこんにちはって言って、バーって握手するかって言ったらしないと思うの。しないなのしでない。ね、日本だったらするかって考えて、手出されても、手を出さないとか、目を合わさないとか、自分が欲しいと、買うと決めてないものを買う必要はないので、ただ、そういう買わなきゃいけないような状況にするような、すぐ立ち止まるとかね、挨拶しちゃう、わーって言って、
写真撮ろうよとか言われて写真撮っちゃうとかね、そういうのした後に変えよって言われたら、もう今更逃げられないみたいになるって、そういう人たちが来た時には、目を合わさない、立ち止まらない、これは大切。で、3つ目のサインしてくださいは、サインは実印と同じなので、サインしてくださいって言われても、してはいけません。いけ大ない体、よそもね。そも、こんな、イタリア語もできない外国人の面をした人たちに、サインお願いしますっていうような団体はおかしいと思った方がいい。そして、お金をくださいって言われたときに、自分が払う気がなければ、払わなくていい。そして、サインもね、した後に、なんかこれ怪しいと思ったら、そのサインをぐしゃ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 って上からガシャガシャガシャって消して、さようならって言って、別に怒らなくていいけど、さようならって言って立ち去ってください。サイン危険だよ、それ。今の聞いて、本当危険だよね。だって何が書いてあるか分かんないんだもんね、そうな外国の。語で、で。口で、ドラッグ反対のサインって言うけど、本当にそうかどうかなんて分かわんかないらもんない。ね。そう。本当に、イタリアのテレビでもやってたんだけど、そのサインの下に別の掃除機の契約書とかが入ってて、そのサインしたがために、イタリア人の場合だと掃除機が送られてきて、で、クーリングオフがあるからと思って、送り返したいのに、その契約書にはもうもっと前の日付が書いてあって、送り返されない。クーリングオフができないようにしてあったっていうことが、実はうちの同僚の家族でありました。なので、怖いそう。なので、イタね。リア人でもそういうことがあったりするので、自分が納得してない、理解できてないことに、名前やサインや住所は書かない。それは鉄則。本当だね。で、イタいリアや、のテ怖レビでもい。やってても、そのサインのやつ、領収書も出さないし、結局、どこに寄付されたかも発表してない団体なので、そしてね、私、そこの団体の人たちにの前を毎朝通るんですけど、広場でやってるから、毎朝通るんですけど、私にはね、絶対に声をかけないの。住んでる人だってわかるじゃない。歩き方、道がわかってる人の歩き方をするでしょ。で、まだこっちに移住して仕事始めてすぐの時に声をかけられたことがあるの。で、その時に、もう知っていたから、だってお金払わなきゃいけないんでしょって言ったら、スーって立ち去っていったし。そう。なのでね、ああいうのは外国人にだけ声をかけているので、やだ、そう。なの怖でいね、ね。日本の人はいい人が多いので、してあげた方がいいかなって思うかもしれないけど、しなくていいです。お気をつけください。ね、本騙す当。系はそんな系かな？いや、気をつけた方がいいね、本当に。本当に。そうそう。お財布をね、分かるときも、イタリア人、私、レザー会社に勤めてるんですけど、イタリア人はね、大きさが大きい財布、小さい財布と2種類あるんですね。で、大きい財布の方だと、上から覗いたときに、中に入ってるお札の量が見えないようになってるんです。ちょっとね、1センチ下ぐらいまでにお札が入るから。で、お札の量が見えるぐらいのぴっちりしたちっちゃめのお財布もあるんですけど、日本の人はね、ちっちゃめを好むんですけど、ちょっと大きめのやつにするとか、あとお財布も外側にコインの入れ物がついてたりとかするので、そういうお財布があるような国なので、日本の人もたくさん使う時用の財布、小銭とかだけ、チケットとかだけね、買うような1ユーロ、2ユーロだけ買うような財布っていうふうで分けて入れとくのは、防止になるかなと思います。そおすすめです。う。ね。あと、まあ、治安以外のことで気をつけた方がいいことっていうのは、また改めて別の機会でご紹介したいなと思います。はい。今回もご視聴いただいてありがとうございます。ではまた次の動画でアラプロします。アラプローシマ。